今回は今勢いのあるガールズグループをご紹介したいと思います。それでは行きましょう。イントロダクション。ウセラフィム、ケイ、ポップの新星が輝きを放っています。彼女たちの楽曲パーフェクト、ナイトが YouTube で7600万回以上の再生回数を記録し、全世界の音楽ファンの心を捉えました。この数字はウセラフィムが持つ圧倒的な魅力と音楽界における彼女たちの地位を証明するものです。デビューからわずかな期間でこれほどの成果を達成した彼女たちは、独特の音楽スタイルとパフォーマンスで K ポップシーンに新たな風を吹き込んでいます。ウセラフィムは以下のメンバーから構成されています。桜、キム、チェウォン、ホ、ユンジン、カズハ、フン、ウンチェ。それぞれのメンバーが独自の才能と魅力を持ち、グループ全体の個性を豊かにしています。彼女たちの組み合わせは、音楽はもちろん、ビジュアルとパフォーマンスにおいても独特の美しさを生み出しています。ウセラフィムのグループ結成の経緯。ウセラフィムはハイブとソースミュージックによって共同で立ち上げられたガールズグループです。ハイブは世界的に有名な BTS を擁する大手エンターテインメント企業であり、ソースミュージックは GFRIEND などを輩出してきました。両者のコラボレーションにより、ウセラフィムはケイ、ポップ界に新たなエネルギーをもたらすことが期待されています。ウセラフィムのメンバー構成は、韓国出身のメンバーはもちろん、日本からも宮脇さくらなど、すでに国際的な経験を持つアーティストが含まれています。この多国籍なメンバー構成は、グローバルな音楽市場における彼女たちの魅力をさらに高め、多様なファン層を引きつける要因となっています。ウセラフィムのメンバーはデビュー前から多くの注目を集めていました。特にアイズワンの元メンバーである宮脇さくらや、プロデュース48に出演したキムチャエウォンなどはすでに大きなファンベースを持っています。彼女たちの実力と魅力は、グループのデビュー前から高い期待を生み出していました。ウセラフィムは音楽性だけでなく、ビジュアル面でもケイ、ポップシーンに新たなトレンドを創造しています。彼女たちのデビュー曲フィアレスは、強い女性像を前面に押し出した内容で、力強いパフォーマンスが特徴です。この曲を通じて、ウセラフィムは自己表現の重要性と自分らしくいることの美しさを伝えています。メンバー紹介。桜は元 HKT48 のメンバーで、アイズワンの元メンバーで、日本と韓国の両国で活躍している HKT48 の1期生オーディションに合格し、2018年事務所とのマネジメント契約が満了したそうです。2018年に日韓合同のアイドルグループアイズワンのメンバーとなります。アイズワンも2021年に活動期間が満了し、予定通り活動終了となった。そこからキム・チェウォンと共に韓国の芸能事務所である SOURCE ミュージックと契約したそうです。キム・チェウォンは韓国ソウルに2000年に生まれたそうです。2018年に韓国の音楽番組 Mnet の企画でプロデュース48に最終順位10位でデビューメンバーに選抜されたそうです。このグループは期間限定だったため、次に韓合同グループアイズワンのメンバーに。こちらのグループも2021年に活動期間が終了したため、桜と共に SOURCE ミュージックと契約したそうです。ホ・ユンジンは2001年に韓国のソウルにて生まれたそうです。ですが8ヶ月後にはニューヨークに移住。幼い頃からテイラー・スウィフトに魅了され、作詞作曲に目覚めています。幼い頃のいじめに対して音楽が力になってくれたと考え、歌手を目指すようになります。2017年にプレディスエンターテイメントのグローバルオーディションに合格し入社したそうです。2018年の Mnet のオーディションではプレディス代表として出演するも、最終順位26位で脱落したそうです。プレディスでもデビューが決まったが、月末審査の結果実力不足により破門になりました。高校も中退し、大学でビジネスの勉強をしようと考えていたが、音楽への熱が強かったところをハイブからデビュー提案を受け、韓国へ戻りました。2021年に SOURCE ミュージックに入所したそうです。カズハは本名を中村カズハといい、2003年生まれ大阪府出身だそうです。幼い頃はバレエやダンスのトレーニングを受けてきたそうです。高校生の時にバレエ留学のためヨーロッパ、ロシア、イギリス、オランダと渡ったそうです。ですがこの時バレエは好きだけど
私がやりたいことなのかと悩み、2021年の廃部のオーディションにオランダから参加、オンラインオーディションに合格し、悩んだ末、韓国に渡ることを決意したそうです。本、ウンチェは韓国ソウルにて2006年に生まれたそうです。小学校の頃は放送部と生徒会長を務め、中学の頃には運動部と生徒会に所属していたそうです。12歳の頃に、セブンティーンに憧れて K、ポップを目指すようになったそうです。翌年にはダンススクールに通い始め、スクール在籍中にプレリスの一次審査に合格し、2021年には SOURCE、ミュージックに合格したそうです。LESSERAFIM には最後に合流したそうで、練習生期間はなんと半年だったそうです。音楽とパフォーマンス、ルセラフィムの音楽はエネルギッシュで斬新なサウンドが特徴です。フィアレス、ANTIFRAGILE などの楽曲はグループの代表曲として広く認知され、それぞれが彼女たちの強さと独立心を象徴しています。音楽スタイルはポップ、ダンス、エレクトロニックを融合させたもので、若者を中心に強い共感を呼んでいます。ルセラフィムのステージは、ただ単に歌とダンスを披露する場ではありません。彼女たちは、視覚的な美しさと技術的な複雑さを兼ね備えたパフォーマンスで知られています。独特の振り付け、斬新なビジュアルエフェクト、そしてメンバーそれぞれの個性が輝くステージングで、観客を魅了します。影響力と成果、短期間でのデビューながら、ルセラフィムは K、ポップ業界における新たな力として確立しました。彼女たちの音楽とメッセージは、自己肯定感と女性のエンパワーメントを推進し、業界内外でポジティブな影響を与えています。また、グローバルな視点を持つ彼女たちは、世界中のファンに受け入れられ、K、ポップの国際的な普及に貢献しています。ルセラフィムは、音楽活動だけでなく、様々な社会的活動にも積極的に参加しています。特に、女性の自立支援や若者のメンタルヘルスに関するプロジェクトに力を入れており、その活動は多くの賞賛を集めています。受賞歴においても、デビューからわずかな期間で、国内外の音楽賞を数多く受賞し、その才能と影響力が認められています。まとめ、ルセラフィムは、その革新的な音楽とユニークなパフォーマンススタイルで、ポップシーンに新しい波をもたらしています。彼女たちのアイデンティティは、恐れを知らず、自分たちの道を切り開く力強さに集約されます。代表曲、フィアレスはこの精神を象徴しており、世界中のリスナーに勇気とインスピレーションを与えてきました。ルセラフィムの音楽スタイルは、エレクトロニック、ポップ、ダンスジャンルを巧みに融合させ、聴く人々に新鮮な体験を提供します。彼女たちの楽曲は、ただ耳に心地よいだけでなく、リスナーの心に深いメッセージを刻み込みます。メンバーたちの多様なバックグラウンドと個性が融合し、国境を超えた普遍的なテーマを探求しています。パフォーマンスにおいても、ルセラフィムはその名の通り、天使のような存在感と圧倒的なステージングで視覚的にも楽しませてくれます。彼女たちの舞台は、見る者を物語の世界へと誘い込み、感情を揺さぶる強烈な印象を残します。社会的影響力においても、ルセラフィムは音楽業界だけでなく、社会に対してもポジティブなメッセージを発信し続けています。女性のエンパワーメント、自己肯定感の強化、そして多様性の尊重といった価値を音楽を通じて広めており、多くの若者にとってのロールモデルとなっています。これからのルセラフィムに対する期待は大きいです。彼女たちは、すでに確立した独自のアイデンティティを持ちながらも、常に新しい音楽の地平を開く冒険心を失わず、世界中のファンを驚かせ続けることでしょう。今後の彼女たちの活躍は、K-POP 業界におけるさらなる革新を促し、世界中に新たなインスピレーションを与えるに違いありません。ルセラフィムの次なる一歩が、私たちにどんな驚きをもたらすのか、その展開を心待ちにしています。今回はここまでです。また、次の記事でお会いしましょう。